YouTube をご覧の皆様、こんにちは。ケイジチャンネルでーす。今日はね、2チャンネルのまとめサイト見てたらね、ちょっと気になる、スレを見つけたんですけど、秘宝、日本エレキテル連合消えるっていう題で、まあ、じゃあ、まあ、なんだろう、エレキテル連合が消えたって言い張ってる人たちがいるんで、ちょっとまあ、読んでいってみようかなと思って、スレッド。当たり前だよな。トーク力がそこらの素人レベル。この人は、なんだろう。素人がテレビに出てるところを見たことないんかな。素人はね、トークなんてそもそもできないんですよね。素人を買いかぶりすぎてんじゃないかなって思います。つまんねえよ、あれ。ダメよ、ダメダメのこと言ってると思うんですけど。つまんないって今言ってる人すごいたくさんいるんだけどさ。お前ら、いい加減にせえよ、ほんまに。あんなにみんな喜んでたじゃないか、あのネタで。あの、ちょっとマニアックなネタでさ。ね。ちょっと飽きたらすぐつまんねえ。手のひら返してくる。ね、みんなね。冷たいよね。ゴリ押し人気がこういう結末になるのは当たり前なんだよな。あ、ちょっといい線ついてるよね、この人ね。ゴリ押し人気。でもまあ言うほどゴリ押しでもなかったと思うよね。先に人気が出たから売り出した。と思います、この人たちは、ね。そもそも流行ってないのに、なぜ流行語大賞を与えたのか。おいおいおい、お前マジで流行ってないと思ってんのか、おい。外出ろよ、おい。みんな、ハロウィンとかみんな格好してた。あけみちゃんの格好とか。ちなみに僕も、細貝さんの格好をさせていただきました、ね。で、なんかちっちゃい子とかもさ、その辺でさ、いいじゃないの、いいじゃないのって言って、走り回ってんだよね。すげえなと思いました。めちゃめちゃ流行ってた。なのに流行ってないとかって言い張っちゃうあなたは部屋から出ましょうね、ダメよダメダメ以外がすっかすか、ダメよダメダメに中身があるわけでもないけどってね、そもそもダメよダメダメに中身を求めるっていうこと自体がちょっとどうなのかと思うんです。じゃあ何かい、過去の歴代のギャグには中身なんてあったのかいって話だよね。ゲッツとかさ、いや、もういいよ、もっと大御所の。アインでもいいんだけど、ね、コマネチでもいいんだけど、それが中身が果たしてあったのかっていう話なんですけどね。いや、でも僕はね、あえて中身あるないで言うと、ダメよ、ダメダメ。中身、まあまあ、あると思うんだよね、あのネタ。ね。親父がさ、ダッチワイフ買ってきて、さっさとさ、ことを始めたいのに、ダッチワイフがちょっと回路おかしくなって、ずっと拒否り続ける。まあまあ、中身あるやん。ナイナイが悪い。悪くはない。ナイナイが悪いんじゃなくて、あれは面白そうっていう年末の番組が悪いんだけど、年末のでも面白そうの番組、あそこからでもヒットする芸人ってある程度やっぱり出てきてるから、悪いどころか、救世主だと思ってますよ。ナイナイはね。ね。どうなんだろうね。ここに書き込んでる人たちって本当にエレキテル連合流行ってたの知らねえのかなってちょっとね、思っちゃいます。YouTube でも正直再生数めちゃめちゃすごいじゃないですか。ね。で、人気が下火になってきたら、ね、つまんないとか言い出すわけで。みんなあんなに喜んでたわけなのにね。ひどい話だよ。で、僕が思うのはね、お笑いっていうのはね、みんなで作るもんだと思うんですよ。それは芸人さんだけじゃなくて、見てる方もそうなんですよね。見てる方がもう笑うつもりで見ないと。お笑いの番組のチャンネルにね、つけてるんだから、まあ、もしくは劇場行って見に行ってるとかでも、そうなんだけども、ちょっとぐらいつまんなくてもいいから笑った方がいいと思うんですよね。もうはざか。ってね。いや、で、その笑いが周りの人に、周りにいる人たち、もう釣られて笑うようになっていくから。誰かが笑うと。ね。で、釣られて笑った人たちの笑いで、また自分も面白くなっちゃうから、ちょっとしたネタでも。ってね。なので、その、釣られた笑いで、また笑いが生まれて、でその笑いでまた笑いが生まれるっていう。笑いの連鎖がね、生まれるわけじゃないですか。ね。で、人は笑った方がいい。辛い時も悲しい時もね、どんな時も笑顔あった方がいい、と僕は思います。だから、その、さんまさんとか見ててもさ、ね、いつも笑ってるでしょできない。っていう笑いで、ね。で、笑いってね、みんな釣られて笑うわけですよね。で、知ってるんですよね。知ってらっしゃるんですよ、さんまさんは。ね、笑いが笑いを生むっていうことね。だからいつも人は笑ってるわけですよね。ね、笑い声って非常に大事だよね。で、なんだろうね。
なんかその正直こういうさ、2チャンネルでさ、お笑い芸人に対して文句垂れてる人たちって大体は、自分はお笑い通だ、みたいな、その、感じでさ、こんなんじゃ笑わねえよ、俺は、みたいな、ね、こと言いたいんだと思うんですけども、そういうのはね、本当の意味で2じゃないと思うんですよね。本当の2っていうのは、もう、どうやって笑おうかなっていうと、自分が笑うためのものを追求してる、笑い上手な人こそ、ツーなんだと思うんですよ。だから多少つまんないネタでもね、笑ったもん勝ちだと思うんですよね。つまんねえって嫌な気分になるよりは、楽しいっていい気分になった方が勝ちだと思いますからさ。ね、だから、なんだ僕が先日アップロードした PS4 と対談してみたみたいな動画があるんですけど、皆さん、あれはちょっとあったかい目で、見ていただけませんかね。あったかいんだからな目でさ、ね。まあ、でもね、まあ、あえて言うとしたら、今の、そのお笑い芸人の、その、売り込み方にはちょっと問題があるかもしれないですよね。その、一個のネタで、その、売りまくるわけじゃないですか。ね。で、そのネタを気に入った人たちって、YouTube なりテレビ番組なりで、次のネタ、そのお笑い芸人さんをどんどん見たい。くて探すわけですよね。だけど、その、売れちゃった芸人はもう、くっそ忙しくって、次の芸とかネタを仕込む、磨く時間が本当にない。だから他の芸がずさんになっちゃうわけですよ。だから、まあ、どんどん飽きられていくわけですよね。で、今だと、なんだろう。ね、あったかいんだから、クマムシとかさ、クマムシでいいんだっけ ?8.6 秒バズーカとか、次のブレイク候補は、もう今ブレイクって言っちゃっていいのかな。で、まあ、あんまりまだテレビで見かけないですけどね。あの方々も、まあ、事務所からしたらすごいお金になる気配がムンムンするわけですよね。CD にもできるし、着メロとか、着メロなんて今作らないのかなにもなるわけですよ。だからね、今ブレイク中の 8.6 秒バズーカーとかっていう肩書きでご利用しすれば、まあ、ブームが生まれるわけですよ。そしたらまあ CD 売れて、ね、みたいなことになるわけですよ。で、営業もガンガン来て、お金が、になるわけですよね。でもずっと同じネタやらなきゃいけないわけですよね。で、他のネタやりたくてもやらせてもらえないわけですよ。ね。もちろん、だってその、なんだろうね、ラッツンゴレライで出てきてほしいのに、違うネタやられても困るわけじゃないですか。じゃあ、どうしたらいいのかっていう話なんですけど、もっとたくさんの芸人がブレイクすればいいと思うんですよね。今もう、ブレイクってもう、2組3組ぐらいでしょ。だから、その3組ぐらいの芸人に需要が固まるから、もうその3組の芸人めちゃめちゃ忙しい。もう寝る間もなく働くわけですよ。ね。寝る間もなくラッスンゴレライしてたら、他の芸なんて磨けないわけですよね。だけど、この3組じゃなくて、10組の芸人がブレイクしてれば、まあ需要が多少で分散するから、ね。まあ多少寝る時間ぐらいはできると。寝る時間できるんだったら芸磨けるよね。って話なんですよ。芸人さんってそういうもんだと。寝る間を惜しんで芸を磨くわけですよね。そうすれば、なんだろう、末長くみんなに楽しんでもらえるんじゃないかななんて思うんですよね。で、たくさんの芸人が、たくさんの芸を持ってたら、日本中が笑いで包まれる。なんて素敵なことなんだ。素敵やんってなっちゃうわけですよね。で、先日なんだろう、ビートたけしが、お笑いブームは終わったみたいなこと言ってましたけど、まあ、確かにね、何年か前みたいな、その、異常な盛り上がりっていうのは今なくなったかもしれませんけれども、人々の生活には、ね、お笑いは必要ですし、毎日芸人さんテレビ出てますし、ね、毎年ブレイクする芸人さんも出てきてますから、全然心配いらないですよ、ね。っていうね、お笑いに対して全然一つと笑いもないまま、この動画は終わっていきます僕はお笑い芸人じゃないからいいです。ちなみに僕が一番好きなお笑い芸人は、笑い飯ですね。ほら、ちょっと見てこれ、笑い飯感あるしょ。こうやって見たらね、笑い飯感あるわけですね。笑い飯が好きなんだけど、全くあの人たちね、テレビ出てこないね。いやーね、M1 撮ったんだけどね、かわいそうに。ぜひですね、お笑い芸人の皆さんには頑張ってほしいな、なんてちょっと思って、こんな感じです。刑事チャンネルの動画を、ご視聴いただきありがとうございました。もし気に入ってくれましたならば、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。携帯電話、スマホの方は、動画の下のところにチャンネル登録ボタンがあります。パソコンの方は、この辺に登録っていうボタンがありますので、皆さんぜひコメントの方もですね、ぜひ書いていただけるとすごく嬉しいですね。動画のモチベーションになりますので、ではご視聴ありがとうございました。じゃあねー。